ホノルルシティか。何年ぶりだったかな。ここがあの。ええー、のー。やっぱハワイ言うたらこれやな。あれ、船長その服は？倉庫にあった予備のアロハを出したんだ。いつもの服は街じゃ目立ちすぎるからな。似合ってるよ船長。ヘヘ、おー気に。ここがハワイ、ホノルルシティ。すごい、でっかいし都会だよ。都会ってすごいね父ちゃん。あんまりはしゃぐな、田舎者だと舐められる。
見えてきたぜ、マッドランティスだ。あの島かいな。ああ、もう少し近づけばどういう場所かわかるよ。見てよ、洞窟の先にこんな広い。ねえ、ふざけ倒しとるの。ようこそ海賊諸君、我が王国マッドランティス。どうだ、ここは。いろいろと不思議な光景だろう。昔この近くの海ででかいタンカーが制御効かなくなっちまってな、ゆっくりゆっくり沈むのは誰にもどうにも止められずにこの洞窟の中へ漂着したんだ。でかすぎるその船は解体もできずに放置され、ここは船の墓場ってことにされてな。そのうち解体費をケチって別の船をわざわざここまで運んでくるやつまで現れた。みんな船を捨てに来るんだよ。パレカナのゴミビジネスってのはそもそもここの状況をヒントにしたのかもな。船の墓場か。
人間ちゅうのはそんなとこまで住めるようにできるんやな。だな。まったく呆れちまうよ。ちょっと金貸せよ。あんた強そうだな。